闇を越えて手を伸ばせば草とか木が、一回こう流されたりなくなってしまっても、自然っていうのはすごいもので、何年か経つとまたそこに木が生え桜が咲くっていうそういうイメージで作りました。桜がまた咲くようにこう頑張ろうみたいなイメージがあって、それがその復興のこととかけてていいかなと思います。地震の直後で、私が曲と詩を考えて、その時に一番思い浮かんだのが、震災のことだったので、それを詩にしました。前向きな曲だと思います。明るいんですけど、ちょっと意志の強さが感じられるような前向きなのがあると思います。先の明るい未来を見れる余裕というか、まあ希望を持ってっていうことですね。ちょっとロックな曲なんですけど、メロディーは分かりやすくて、それがとてもキャッチーな感じで分かりやすい、覚えやすいし、いいかなと思います。乗りやすいです。爽やかに聴けるけど、ちょっとこうエッジの効いたところもあるかなっていう。桜のように自然のように、いつの間にかこう大きな花を咲かせるっていう意味で、こう今のことだけで落ち込んだり、まっさらな気持ちになって、こう人間の生命力とか自然の生命力とかそういうのを思い出してほしいです。元気な感じの印象を受けてもらえるといいと思うんですけど、あと復興のことなんで、こう桜が咲く季節に震災もあったと思うんで、この曲を聴くたびにその震災のことを思い出して、こう震災を忘れないようにしていけたらなと思います。私たちにできることっていう意味で、私は音楽をやってるので、音楽で何かできたらなと思いました。ちょっと遠い場所に住んでいても、こう繋がってる感じとか、やっぱ人間の生命力、自然の生命力とか、そういうのをこう今のことだけにとらわれずに、信じながら生きてほしいと思います。はい、ありがとうございます。先を当てらず、この桜が毎年確かに咲き続けるように、こう一個一個確実になんか前に進めていけるような気持ちを持って のんびりと一人一人ができることってあまり大きなこと思いつかないと思うんで、ずっとそういうことがあったことを忘れずに次に伝えていける必要があるなと思いました。僕はこの歌を聴くたびにその自身のことを思い出して忘れないようにしていきたいと思います。配信で得た収益の 50% を東日本大震災の復興義援金として日本赤十字社を通じて送らせていただきます。ご協力ありがとうございます。